知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。さあというわけで今回は久々のホールアウト解説、その復帰を祝うテーマはスティムパックです。古今東西ホールアウト世界のあらゆる場所で湯水のように使われる万能治療薬、結局何だったのかよくわからない全てを癒す回復アイテムを徹底的に掘り下げていきます。スティムパックはなぜすごいのか、どんな効能があるのか、何から作られているのか、今回は科学のお話です。それでは早速始めていきましょう。フォールアウト徹底解説、スティムパック。ではまずはいつも通りの概要からです。スティムパックはホールアウト作品全てに登場するすごすぎる回復アイテムで、手足が折れようが内臓がやられようが頭を打たれようが一発で治す夢の注射器です。ホールアウトプレイヤーの全てが最初から最後までお世話になるため、この名を知らない人はまずいないでしょう。まずはその名称についてお話ししておきましょう。多くのゲームにおけるスティムという言葉はありとあらゆる注射するタイプの薬品に対して使われる言葉です。これは治療に限らずバフアイテムに対しても使われるため、回復だけを意味するものではありません。要するに使うことで何らかのメリットを得られる薬や、それを注射する器具を指して使われる言葉というわけですね。ほとんどの場合は注射器です。多くのゲームで使われるスティムですが、フォールアウトにおいては全てを癒す回復アイテムとして扱われ、ダメージを受けたらとりあえずこれをぶっ刺すというのが定番。サイコやメドックスなんかも注射するタイプの薬剤としては同じですが、フォールアウトにおいてはスティムといえば回復アイテムです。これはどの作品でも変わりません。スティムの語源となったのはスティミュラントだと言われており、言葉の意味は刺激物、覚醒剤、興奮剤などです。ただ多くのゲームにおいては薬品という点を除いてこの意味は省かれて使われています。やっぱり英語は難しいですね。日本語が一番です。ちなみに私の環境だけかもしれませんが、 Google でスティム意味と調べて最初に出てくる翻訳はルーマニア語で私たちは知っていますでした。何をでしょうか。ところで皆さんはスティムパックを製造している企業をご存知でしょうか。フォールアウト世界には数多くの訳あり企業が登場しますが、実はこの注射器にも製造している企業が存在しています。その企業とはリーラピッドファーマシューティカルズ。これはフォールアウト3の DLC オペレーションアンカレッジに登場するヘルスディスペンサーに描かれている企業名であり、スティムパックの製造企業として最も可能性が高い、これ以外考えられない企業です。ただ残念ながらスティムパックを製造しているという確定情報は確認されていません。米軍のシミュレーション内での登場ではありますが、この説は海外勢の考察でもかなり高い信頼度が置かれています。というか他に考察対象がそもそもありません。作っている企業はなんとなく分かりました。次は一体何が使われているのかという問題です。まずはスティムパックの設定情報についてしっかりめにお伝えしておきましょう。この薬品は治癒剤と興奮剤が別々に充填されている注射器であり、上部に取り付けられたメモリで薬品の状態を確認し、2本の管を通して使用時に混合して体に打ち込むことで使用者の自然再生機能を高めることができます。初代フォールアウトの時代に発行されたボルトドゥエラーズサバイバルガイド VDSG によれば、スティムパックの興奮剤に使われているのは少量の覚醒剤とのこと。ただここにしかその情報がなく、いろいろな意味で非常に古いものなので、この解説では興奮剤としています。また覚醒剤は抗議には精神刺激薬全般を指すので、我々が想像するあの覚醒剤とは違う可能性もあります。VDSG は2077年1月にボルトテック文書管理部門によって発行されたボルト居住者向けの公式ハンドブックであるとされています。おそらくはそれぞれのボルトの居住者に対して発行されていたものと思われ、初代のボルト13とフォールアウト4のボルト111では若干内容が異なります。
ホールアウト法からはロード画面の補足説明に使われていますが、細かな詳細は不明。何気に洋書として商品化もされている有名なガイドだったりします。ちなみにスティムパックは静脈注射でも筋肉注射でも効果を発揮します。いつも適当にぶっ刺している姿を見て不安になっていた人もいるかもしれませんが、その点はご安心ください。刺し傷や弾痕はもちろん、放射線でやられた内臓や心臓病にも効果があることが知られており、非常に分かりやすい作用であるにもかかわらず、すさまじい回復力を持つ夢の薬品です。細胞に働きかけて再生するようなとんでも技術は使われておらず、あくまで自然回復力を高めるだけの至って普通の回復アイテムなのです。ただ第3度を超える熱傷や広範囲の傷には効果がなく、あくまで自然回復可能なレベルでしか回復はできません。なのでスローカムズ状レベルのコーヒーで負った火傷は治すことができません。つまり瞬く間に傷が治ってしまうのはあくまでゲームの都合。世界観に沿って言えばとても真っ当な治療用注射器というのが現実です。ここは納得できると同時になんとなく残念に感じてしまうポイントですね。多くの作品で重量がゼロに設定されているのも同じ理由ですが、ぶっ刺すだけで命がつながる注射器の重さなど気になるわけもありません。これがいつ開発されたのか、いつから使われ始めたのかは明らかになっていませんが、戦前の時点で数百万本が製造されており、当時の医療システムにもしっかりと組み込まれていました。時には鎮痛剤のメドックスと併用されることもあったそうです。ただこの数百万という生産数は万能薬ともいえる夢の薬品にしてはかなり少なめ。例えば世界初の抗生物質として有名なペニシリンの生産数は、大量生産が開始された1ヶ月間でアメリカで1300億、あまり作れなかったイギリスでも数千万です。用途が限られているペニシリンですらこれなのに、万能薬ともいえるスティムパックの生産数が数百万というのは少なすぎます。そしてその理由として最も可能性が高いのが原材料の少なさです。フォールアウト4や76におけるスティムパックの製造素材は鉄と殺菌剤、血液パックの3つ。鉄は注射器本体、殺菌剤は興奮剤の代わり、血液パックは治癒剤でしょう。問題はこの治癒剤、つまり血液です。外傷によって失われた血液を素早く補充するためには輸血用の血液が不可欠です。しかし実は血液は人工的には作れないのです。血液を構成する成分は血小、白血球、赤血球、血小板の4つ。しかしこのうち赤血球と血小板は現代の技術では人工的に作り出すことができません。そしてこれはホールアウトの戦前世界においても同じだったのでしょう。いかに素晴らしい治療薬だとしても、その成分を人工的に作り出せない以上、生き物から採取するしか原材料を入手する手段がないのです。人間以外の血でも使える可能性はありますが、それでも科学的に作るよりもずっと手間がかかります。ただの輸血なら血液型も問題になりますが、その点はおそらく問題ありません。フォールアウト76では血液パックを作る際、巨大化したダニティックの血を原料とすることができます。ティックは血を吸うことで巨大化し、倒した後にそれを採取することができますが、そもそもティックの血液が人間のものとは限らないのです。つまり血液に含まれる成分が欲しいだけで、必ずしも人間の血である必要はないのかもしれません。多分通常血液は1週間も持たずにダメになりますが、スティムパックの効果は数百年経過しても健在です。例えばフォールアウト76で過去に実装された期限切れのスティムパックは、劣悪な環境で保管されていたにもかかわらず、その効果が半減しているだけで回復機能は残っていました。つまりこの世界の食品にも使われている、ありえないレベルで物質を長期保存する技術がスティムパックにも使われているわけです。ちなみにもう一つの原材料となる興奮剤、ホールアウト世界の殺菌剤は、油くしをクリーナーや工業用洗剤、歯磨き粉、テレビン油、ターペンタインなどから作られます。
このことから分かるのは、とりあえずヤバい方の殺菌剤だということ。何もかもが失われた戦後世界でスティムパックを作り出せるのはありがたいことですが、正直あまり使いたくありませんね。使いますけども。ちなみに台本作りの際、殺菌剤と殺素剤を間違えて凄まじい情報量の化学考察を展開していたのは秘密です。殺素剤成分のワルファリンが血液をサラサラにしたり、ジフェチアロールがヤバい薬であることはスティムパックには1ミリも関係ありませんでした。スティムパックはワイルドで有名なフォールアウトニューベガスでも製造することが可能で、同作での素材となるのはブロックフラワーとサンダールート、空の注射器の3つ。この植物はどちらも回復パウダーなどの回復アイテムに関係するもので、おそらくニューベガスにおいてはこれがスティムパックの秘密の成分となります。アンチベノムを作る際にも使われるため、何らかの解毒殺菌作用があるのでしょう。これを解明すれば安全で完璧なスティムパックが作れるかもしれません。とはいえこの植物自体のことがほとんどわからないので、結局何だったのかさっぱりサルサパリがわかりません。というわけでホールアウト徹底解説スティムパックは以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。